どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんに夢の共闘をねお見舞いしていきたいと思っております。闇遊戯くんのカードと10代くんのカードが共闘します。闇遊戯くんのカードと10代くんのカードをペガサスが使うっていうねどうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。んっていう、ま、んっていう感じなんですけども、どんなデッキか、あのカオスソルジャーデッキなんですけど、カオスソルジャーデッキこの間作った何高校全力みたいな、スーパー高校全力パーフェクトソルジャーワンキルみたいなデッキあったと思うんですけども、パイプじゃなくてやっぱちゃんと戦えるように組みました。カオスソルジャーでもね、でどういう風に戦っていくかっていうと、ネオスやっぱ結局先行でまあやって強いギミックって、カオスソルジャーって墓地肥やしが少し必要なんで、まあ、ネオスがやっぱ一番相性いいかなと思うんですよね。で以前ご紹介したパーフェクトカオスソルジャーデッキ以外の部分のギミックを説明します。まずネオスフュージョンをして先行で、まあ、竜魔道でもいいんだけど、でこっちで、フュージョンして何を落とすかっていうと、先行でね、超戦士の魂っていうこのカードを落とします。でこいつね、一応ね、あの手札のカオスソルジャー見せてるとカオスソルジャーもどきになれるみたいな効果持ってるんだけど、丸2番のこの効果が強くて、墓地のこのカードを除外して、デッキから開白の騎士または宵闇の騎士を、手札に加えると。でこの開白と宵闇が何かっていうと、要は新しくあのパックで追加されたあのカオスソルジャーに効果を付与するモンスターたちなんですよね。でこのモンスターの、まあ、開白しか入ってなくても大丈夫です。これ開白だけで OK、宵闇はね別になくてもいいです。あれ闇なんでね、闇の4っていっぱいいるんですよ。まあ、まずそもそもリューマドの守護者が闇4だし、コントの人も闇4だし、あと、まあ、ムーンライトフォックスも闇4なんで、まあ宵闇は多分なくてもいいですね。で調整士の方が落とすんで光闇をね。で他のギミック、新しいギミックとしては、ねえわ、ほぼほぼなかった、そんぐらいか。開白の騎士をこの挑戦者の魂で持ってくることができるのが、結局カオスソルジャーデッキってホーガを打つときに光か闇の、要は儀式の素材とするモンスターを手札に抱えてないといけないじゃないですか。だからこれが安定して供給できるんですよね、この挑戦者の魂があると。で、カオスソルジャーはもちろんこのカオスフィールドで持ってこれるし、あと持ってきたカオスソルジャーをリューマドで捨てながら儀式やね、フュージョン持ってきたりもできるんですよ。で墓地からもカオスソルジャーってホーガーだったら特殊召喚できるから、儀式召喚できるから結構簡単なんですよね。まあ割とコストとしても優秀っていうか、だからまあ普通のカオスソルジャーってよりは多分強くなってるかなと個人的には思います。ネオスが入ってる分ね。で儀式の使い手で足りない儀式のモンスターか魔法を持ってくるみたいな、そんな感じのイメージ。やっぱね優秀ですね、竜魔道が闇4だからとても優秀。こいつは素材にもなれるし初動にもなれるっていう、もう明らかに強い性能してるんで、早速ね、カオスとネルオスデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ヘビースターター、なるほど、ヘビースターターちょっと強そうだな。ファリスか、おー、なるほどね、オッケー。いやーヒーロー強いよね、ヘビースターター。ファリスね 85% だから組んだよね。ファリス 85% って強すぎだろ、どんだけ強い。あれだよね、OCJ よりも初手率すげー高いからさ、ファリスがめっちゃ強いんだよ。これほぼできっから、この動きで。バイオンで、ファリス除外して融合持ってくると。なるほど、強いね、強い、めちゃくちゃ強い。であとはなんかエアーがあるか、まあ、普通に融合、はい、普通に融合していく、普通に融合きました。アドレーションベションヒーロー、アドレーションは融合召喚です。あ、強っ。それ高校だったら危なかった。俺高校だったら負けてた、これ高校だったら負けていたが、俺が高校なんで勝ち。カオスフィールドの効果を打つとは、カオスフィールドの効果によってカオスソルジャーを手札に加え、そして現れよ、現れようじゃねえや、手札より挑戦士の方が発動。手札の闇属性モンスター、そして光属性モンスターをデッキから墓地に送り、一つの魂は光をいざない、一つの魂は闇を導く、やがて二つの魂はカオスの光を作り出す。
倒しソルジャー降臨。そしてムーンライトクリムゾンフォックスの効果発動。お前誰やねモンスターの効果でてめえの打点は下がったぜ。いっけ開闢の騎士の効果、あ、オッケー、いくぞ、オッケー。開闢の騎士の効果発動。戦闘破壊した場合相手をもう一度攻撃できる。先行も取った。お前が全面的に悪い。さあお相手の方、石津石太選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カオスソルジャーを手札に加え、そして私はリュウマドウの守護者を召喚。いやーでもこれなんだろうな、これ現世だったらちょっとめんどくせんだよな。現世だとちょっとカオスソルジャーがワイトに変身させられるんでちょっとかなりきついんですけども、ブレイブネオスはネオスと、まあ挑戦者の魂を墓地の送り、ブレイブネオスを守備表示で特殊召喚。そして挑戦者魂の効果発動、墓地から除外しデッキより開闢の使者を、開闢の騎士をと、手札に加えるぜ。そしてターンを終了するぜ。 OK 先行でカード6枚やってますからね、めちゃくちゃアドバンテージ稼ぎますよねこのデッキ。結構いい感じ。黒い旋風、旋風、ワンキルされる、これワンキルされる。でもネオスフュージョンあんだよな、意外といけんじゃない。なんとかなりそうな気配は微妙にあるけど、どうなんだろう。なんか雷霧の効果がどのぐらいその飛ばしてくるかっていう話はあるよね。雷霧効果で、2回、まあでも3体並んだらさすがにきついか。3体並びはちょっとさすがにきつい気がすんな。ゲイロッケ、いいよ。あ、そっちなのね。ああ、なるほど、そっちなんや。へえ、いいよ、問題はない。でまあ7シンクロは、まあ、そこまでは全然オッケー。で雷霧ね、オッケー。もう1体にしない、1回1体にしようぜ。そこまでにしよう、展開はそこまでにしておこう。どんだけ強い、どんだけ強いハンド。雷霧効果で、まあ、あ、でも雷霧そこで効果使うんだ。へえ、なるほど、はい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 。でこれはカオスフィールドは割られてしまう。あ、そっちのパターン、はいはいはい、なるほどね、はいはい、なるほど。あ、でもそれで終わり、それで終わり。いや、ワンあるぞ、ワンあるぞ、ワンある、ワンある、ワンある、ワンチャンある、全然全然ある、全然ある。あとはね、あのね、ブラックバードクローズとかいう最強のカードがなければいける、最強のブラックバードクローズとかいうカードがなければいける。挑戦士の方がの効果発動。俺は墓地に存在するカオスソルジャーを手札の開闢の騎士と、これはムーンライトクリムゾンフォックスじゃない？これ無限にさ、クリムゾンフォックスめちゃめちゃ強いけど、いけ、現れよカオスソルジャー、いきまーす、いきまーす。そしてムーンライトクリムゾンフォックスの効果発動です。さあ今夜の夕飯は焼き鳥にできるんでしょうか。私は効果発動一応します。さあここでブラックバードクローズは飛んでく、飛んでこない、飛んでこない。うわー、カオスブレード、うわー、うわー。さあお相手のこと天井員アスカ選手じゃないですか、よろしくお願いします。デュエル3倍。なるほど、まあでも天井員アスカ選手もうね、正直ですね、あまり興味はなくなりました。私なんでかって、カーリー渚選手がね来ましたんでね。なんでね、正直ですね、まあなんですかね、乗り換えっていうんですか、あんまり興味ないんですよね。もうぶっちゃけはあんまり興味ないです。アスカさん、カーリー渚の方が俺好きっす。かわいい。やっぱね、メガネでかく、なんかなんつうのかな、その隠れ巨乳みたいな要素だよね。もうなんかそのメガネ取ったらめっちゃ可愛いみたいな、あのパターンですよね。簡単に言うと、わかります、この胸でかいけど、なんか普段は全然なんか普通に適当になんかその隠すようなやつ着てて、
なんか脱いだらでかいこと、あとたまになんかすごいニットのセーター着るみたいな、たまに、たまになんかぴったりめの T シャツ着てくるみたいなパターン。興奮しろ、何の話だこれは、何の話をしている。強い、やばい、レブラントやばい、レブラントはガッチでやばいこと起きる、やばい、これは俺上級儀式モンスターに分からされる可能性がある。これ、これ分からされそう、これ、これ相当分からされそうな感あるよ。やばい。やっべ、やっば。あ、でもいけ、一応儀式はできる。一応儀式はできる。じゃカオスフィールドの効果を発動。カオスソルジャーを手札に加え、そして、挑戦士の方が発動。え、これえ、これやばくね、普通に。いや、あいつやばくね、あいつすげえやばくね、あいつや、あいつやばくないか、あいつやばいだろ。しかもさ、なんかゼロに下げたところでさ、戦闘ダメージ無効になるんでしょ、儀式の檻で。やばくないですか、これ。ちょっと一回プレミって、プレミで、プレミで、プレミで効果起動する、効果起動させろ、プレミ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 しろ。あ、対象に取れない。やばい、儀式の檻でそもそも対象に取れ、強すぎワロタ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 。カオスブレード、うおー、上には上がいましたね、はい、上には上がいました。完全に上級儀式モンスターに分からされております、私今。どんだけ強い、どんだけ強い。なんでレブラント、お前バースせえや、バース、バースしたら勝ちやんけ、バースしたら勝ちやんけ。お、2000あるぞ、この守備は。こいつの守備は結構2000あるんだな、こいつの守備は。強すぎだろ、強すぎ笑った、強すぎ笑った。うわー、そうだった、エグゼクターの効果で、エグゼクター以外が対象に取れない、なんてことだ、なんで俺だけがこんな目に。エグゼクター強すぎ問題。